どうも皆さんこんばんは、ゆりかげです。今回もですね、インサイドをやっていきたいなと思います。前回の続きからですね。いやでもやっぱね、作り込んでるよね、このね、ゲーム。やっぱめちゃくちゃ作り込んであって、めちゃくちゃ面白いね。だってこれ言って大丈夫かな。前回確かね、あのそこのね、大穴にこの冷蔵庫かは金庫かな、金庫をぶち落として、そこのまあ天井、まあここからの視点だと天井で、上からの視点だと床をぶち抜いて、まあ下に降りてきました。これ一体もう明らかに罠くらい不自然じゃん。もう罠くらい不自然じゃん。もう行って大丈夫みたいだな。ほい、あー、うん、開いた。でこれは、あ、届かないね。これはジャンプか。でこれのランプを右にやるんだろうな。どう、ナイス。あ、いるいる。ん？ああ。あ。これ多分ね、閉めておかないといけないんだろうな。で、調節するんだろうな、この位置を。で、違うな。じゃあね、もう一回。そこ首、おお、よく言ってる。あ、それあれなんだ。あ、もうちょっと離さないとね。こんくらいかな。で、オッケー。これで合ってるのかな。よし、じゃあ行こう。いきなりさ、奥の電車ぶっ突っ込んできたりとかしないで。あ、びっくりした。奥行きで移動してきてるように見えた。やばいね、こういう奥行きとかがちゃんと表現されてるのがすごいな。あれ、また上に上がる。ほら、こいつの名前なんだっけ、山下、そうだ、茂雄。行くぞ。わしゃ、行くぞ。行くぞ、走れ、茂雄。落ちないよね。あぶねえ。いや、子供一人でこの板はちょっと、子供一人でもだいぶきついと思うよ、この板。一枚。多分大人だったら間違いなく多分折れてるね。C、RC、レック。待って、なんか下におるんやけど、これジャンプか。あ、待って、あ、うん、とりあえず下のなんだろう、装置見たら見つけたわ。これそのままダッシュかな。どう、あぶねえ、すごい怪力。すごいんだよな、普通に。で、ちょっと下行きまして。よいしょ。で、ちょっとうるさいんで、ぶっ壊しまーす。いや、これね、死んでからじゃないですよ。気づけ、なんか奥に一人いるし、今、
あれもまともな人間やろうか、まともぶってるイカレやろうか。いやもうやっぱなんだろう、考えたくはないけど、ちょっとどれ、あーひよこたち、ひよこたちもね、スズメかあれは。これなんだこれ、どう、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、逆らえ逆らえ、オッケー、あぶねえ、落ちるじゃん、もう絶対 100% 落ちるじゃん、ほら。と100落ちるじゃん、これ下なんもないよね、さすがに。ちょっと、降りてみたい気持ちもあるけど、やめとこう普通にやめとこう。ジャンプ、ナイス。なんか、ね、罠ぐらい何もないけど、罠というかもう不自然なくらいにもう本当に何もないけど、オッケーオッケー、慎重に行こう慎重に行こう。何これ、この人たちやっぱなんか支配されてたりしちゃうのかな。ちょっとぶっ壊すか、あーしゃおー、よし壊せ、オッケー、まずもう一丁、オッケー、バレないのかな。お、え、この人たち何なんだろう。でも女の人もいるもんね、だってなんだろう、ちょっと考えたくはないけど、奴隷とかそういう形かな、なんかそういう脳を支配する寄生虫とかっていうか、まあそういう薬を使ったりして、まあ脳を支配して、でまあ奴隷として使ってるみたいな。こっち行って大丈夫？どう？あ、受け身ナイス。よし行こう。あ、ネズミいる。ドブネズミじゃないことを願う。どう？あ、届かない。届かないか。ん？おお、ちょ、今変なステップ踏んだよね、今。どう？いや、やっぱ何度やってもダメだ。なんかダメか。こう倒すことできるわ。で、音的に多分鉄製のはしごだよね。ゴリッゴリ。オッケーオッケー。何あれ？もう何もいい。何あれ？何あれ？とりあえずこれ下ろしてみるか。おい、ガチャ。つけなくていいっすか？もう、多分さ、あれ、もう。なんか人倒れてる。多分、見つかっちゃダメだよね。走れ走れ走れ。オッケー。あーおーない、いや、やった、先にやっぱ開けとくに時間かかっちゃうから、先にもう、うわこれ、待って、これ手前にもあるんじゃないの。手前からこう伸びてるね、この配線。手前にあって、もうやばいところじゃん、やばい施設。先に開けとこう。勝手に閉まったりはしないから大丈夫だな。じゃあここは見つからないように行くだけか。柱の陰に隠れて。これマジなん、もうマジで本当に行っちゃう。マジで無意味だよね、このロボット。マジで行っちゃうけど、本当に無意味なロボットだよね、こんな機能。よし、ここならバレねえだろ。オッケー、オッケー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 、やったぜ、やってね、やったな、しげお、お前の大手柄だ。おぶねおぶねおぶね、トイレでは、トイレじゃねえや、エレベーターではしゃぐのはよくないぞ。よし、じゃあ行こうか。うわー、絶対落ちますやん。どうどうどう、あぶね、絶対これさ、普通に行ってたら多分落ちねんかい。え、待って、このさ、
この穴の長い板ずいぶん、あ、あららあ、お、え、あ、やばい、目つけられた。ん？ああ、そういうこと？これに合わせて歩けと。はい。なんか、な、こう、どういうこと？ちゃはっ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 、やばい、点滅してるってことは多分これ警告してるサインタインだろうな。うわ、見せ物にしてやる、なんてやつらだ。ん？あ、ここのなんで四角い場所に入ったら飛べ、オッケー。これもう一回飛ぶことになるかな。もう一回なりそうだね。なんか、なんかもう一工程加えられてるな。うわ、マスクしてるわ。マスクして顔面が見、回れ右。でもちょっと遅れてるけど大丈夫よこれ。ギリギリセーフ。オッケーオッケーオッケー、危ない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 、よし超えた、山場を超えたぞ。危ない。大丈夫これ。いやマジか、もう本当に胸クソ悪すぎるでしょこれ。え、待って、奥にワンちゃんいるけど大丈夫？匂いでバレたりしない？走れー！ GO！ いてぇ！来んのかい！あ、この段差を使えば、ギリギリまで引き付け！オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない。で、なんだ？超えんのかこれ。ドゥー！ん？ん？あ、グッバイ。バイバイ。また会うことになりそうだけど。オッケー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 。で、ちょっと高い。トッとっとっとーい、行き過ぎ、こサンキュー。で引っ張るのかな、よいしょ。で開いた、そういうことね。これを上に置いとくと。でまだいんのワンちゃん、しぶとすぎるでしょ。いくらなんでもそっからも絶対届かないよ。下から諦めて来いよ。オッケー。で、このままこう行くと。はいはいはい。おっと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 、空中はまずいな。空中はまずいな。ちょちょちょ。はい、ここで下ろして。で、この人の頭につけられないのか？あ、乗った。ちょっと一緒。ああ、もう一人いる。で、これを、引っ張っていくと。ん？違うな。あれでも、合ってるか？あ、でもそうだよな。これね、間違えて多分ね、離しちゃったら、そのまま、垂直落下して。多分あ、これ以上はいけないんだ。
じゃあここだね。待って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 、ほいほい。で、あ、そういうことね。ちゃんとあそこの塔というか、あそこの上に乗っかってないと落ちてゲームオーバーになるとか。ここかな。で、そう、あ、ちょっと、やっぱ脳波でこの、ちょっと待て、君にはまだ仕事があるんだ。まだ来てなかったっぽいわ、一人が。で、上乗っかってあげ、ちょっと、はい。で、これでもう一人で後ろに下げていくと。で、ここでストップ。行けるかな？ OK。行って、で、この人には降りてもらう。で、もう一回入る。で、これごと奥に進めてもらう。大丈夫？これ。よくって、おお、すごいな。あ、板の隙間とか利用してるわけか。で、ここを上げるのか。ちょっと、で、この状態でちょっとちゃんと入るようにしよう。で、落ちるのかな。大丈夫かな。危ねえ危ねえ危ねえ、殺す気か、殺す気か、お前。あれ、あ、ダメだな。じゃあもう、もうここら辺で限界まで行っといて。おお、そ、待って、あ、これやばいな。あ、遅い。これすぐに下ろさねえよ、これ。いや、でもそういう感じだな、多分。ここだな、もう。で、押して、オッケー。おお、苦しい苦しい苦しい。あぶねえ。なんか、あれだね。バイオセブン、バイオセブンじゃねえや。バイオ、ビレッジかな？バイオビレッジの時のイーサンみたい。工場から落ちた時の。よいしょ。すごいね。シゲを、うん、さ、泳ぎもできるんだね。なんでもできんじゃん。よいしょ。じゃあ、水面に反射してなんか映ってただけだったわ。気のせいだった。下になんかあるのかと思ったわけだ。何もなかった。でも思ったけど、普通に下水道を泳ぐ勇気よくあるな。ん？上には行けないのか。じゃあ下だ。じゃあ、じゃあ下だ。あ、待って、あぶねえ。どこだ？これかな？危ない危ない、続けない続けない続けない。危ない危ない。危ねえ。で、いや、すっご、え、硬っ。いや、泳ぎ、いや、泳ぎだからなおさらやばくない？まあ、まあまあでかいぜ、この土台。それ、泳ぎでしかも片手で持ってくのだいぶきつくない？あ、これ以上いけない。はい。よっしゃった。さあ、行こう。で、上から行くのかな？ OK。と。OK、ナイス。で、これ押すのか。ん？
水量変わったの？ああ、もう水やん、また。あ、そういうことね。で、もう、ちょ。あ、閉まっちゃった。お、なんだ？これかな？ちょっとでも、左行けそうだったよね。ちょ、左行ってみよう、左。左なんかあるかもしれない。よいしょ！ん？隠しエーターとかハッチが開いてる。じゃあな、絶対自分が、それを乗ってたら、あかんよ、しげよ。こっち側からだな。おうおうおう。で、もう一回下げる。お？で、何の意味があるんだ？間に合わないもんな、だって。あ、間に合わないもんな。ああ。なんかやらなきゃいけない、持ってこなきゃいけないものとかあるかな。まあここが開いただけだし、よいしょ。うん、これはそうだな、なんかつかめそうなものがあるわけじゃない。単にあそこが開いたっていうだけだろ。で、もうここが行けるとは限らないよね、もちろん。で、潜ったりで、あ、危ない危ない、死ぬ。で、これもこれ打ってそのまますぐ行けば行けるか。オッケー、こういうことだ。オッケーオッケー。上開ける必要あったかな。上開ける必要あったかな、あれ。まあいいけど、上開けなくてもよかったような気がするけど。おいしょ、行くぞ。あ、でこれが大丈夫？これが必要なわけだ。よし、行くぞ。で、これ、鎖のところに置いておいて、で、鎖を伝って上に行くと。そういうことだね。ここだ。じゃあ、危ない危ない。ここだね。オッケー。よいしょ。行きまーす。上上がるでしょ？おーし。で、これで、よし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 。毎回思うけど、このしげおの身体能力、ほんと高いよね。おいしょー。で、電車？あ、電車だ。だから、人の手とかはちゃんと、うわ、いる。あの、非人道的な、なクソども。人間と同じ人間だと、うわー、うわ、絶対このライトは当たっちゃいけないよね。うん、あ、ここだ。ん、じゃあ、ん、一回横にキー入れるのかなと思ったら、ね、上じゃねえや、下だったね。全然違ってたわ。おい。結構いったよ。あともう一回でいける。で、その後、向こう飛び乗るのか、檻に飛び乗るのか。随分勇気がいるけど。まあ、修行はもうこれまで、勇気あることなんか何回もしてからかな。行くぞー！ひょっ！どうです？失礼しました。あ、
で、ここも同じなので、あ、チューブラリー、あ、持ってかれちゃった。あ、ここも同じね。いや、まじで、これ、ほんとに、もう、ほんとにね、もう、俺、もう、あの、ほんとに言っちゃうけど、あの、人がやっていい、レベルの、ことじゃない、まじで。まじで、非人道的すぎる。間に合え、オッケー、大丈夫。さすがしげよ。なんか、絶対ここの壁違和感あるんだけど。扉ないような気がするんだけど。それ奥でなんかライトが光ってたけど、あれはただの電波塔かな？絶対落ちるよね。何？もう絶対嫌な予感しかしなかったけど。どう？すごいな、ほんとに。痛い。下水かな、これまた。また水で満たされてるね、これ。満たされてはいなかったわ。下が水だったら飛び降りてもよかったかなと思って考えたけど、全然満たされてないから、落ちたら多分死んでたの、俺。やっべ、危ねえところだった。何？ワンちゃんいるよ。ワンちゃんいるよ。ねえ、ワンちゃんいるよ。まただよね。来る？オッケー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 。うわー。いや、あれ、飼われているタイプの犬か。ちょっと、噛まれてるタイプの犬だな。お、来てる来てる、危ない、走れ。いや、全然間に合わない。え、もう今首へし折ってた今。これバレずに。いやー、無理か、これ。頑張れ。同じだなぁ。よく、うわ、血。これが人の、人じゃねえや。いや、しつける、人のやることかよ。犬になんちゅうことを覚えさせてんだよ。しつけどうなってんだ。一回戻るか、これ。犬も来るんかーい！ちょ、あ、そうか。潜れねえ、こいつら。潜水能力の方だったら、俺の方が上だぜ。オッケー、これだ。で、上上がって、これでうち出しだ。オッケー。お前の足じゃ、到底追いつかねえよ。なんか追加されてきたよ。危ない。OK、ここだ。あ、間に合わないっすね。あ、だから引き寄せて。はい、残念ワンちゃんたち。いや、ちょっと上がっとこう。オッケー。はい、残念。ダメだ。ギリギリ。危なーいと。危ない。すぐ移動。オッケー。痛い。痛いな、てめえ。おら。おい。残念。オッケー。
ケーイ、はい、これね、ざまー。多分これ、だからといって、多分これ上に乗っかると多分食われるよね。多分もう、おとなしくなるの早かったな。諦めのいい犬だ。ちゃんとそこはしつけされてんだな。じゃあ。多分そのままジャンプしたら死ぬよね。ちゃんと階段使おう。階段というか、はしごをちゃんと降りよう。よっしゃい。よし。ボロ。え、大丈夫？人いますけど。あ、ダメ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 。え、もうゴリゴリバレんじゃない？もうバレてるだろ。見えてるだろ、お前ら絶対。今のうちに渡れと、そういうことかな。絶対見えてるだろ、こいつら。あ、痛え、腰、あ、絶対足折れたって。今の、やはり、絶対足折れたって、今の。よし。おーおー、潜水艦？すご。すっご。ん？何？スペース起きたらなんか。そういうこと？なんかショートダッシュみたいな。で、いやー、ライト使えるのめちゃくちゃありがたいね。下にも潜るのかな？随分。いいね、便利便利。あ、ここだよね。あ、でも、普通に開いたわ。あれ、あそこでダッシュしていくんじゃない？あ、違う。ここだ。ここで、こう行くんだ。うわー、不気味ー。もう、やっぱ海って不気味だわー。いや、海なのか。ここだな、多分。下水道にしても広すぎない？これだよね。か、亀裂に、大丈夫？よいしょ！わー。ぶっ壊れない？この潜水艦というか、まあなんだろう。まあ、潜水艦か。一丁に硬すぎない？岩粉砕できるレベルでしょ？どんだけ強固に設定されてんの？いくらなんでも過剰にちょっと、作り、じゃあ、いくらなんでも過剰に、しすぎじゃない？硬さ。いや、まあ、水圧とかのね、水圧とかもあるからね。まあ、それは、過剰に硬く作らないといけないのは、まあ、それはそうだろうけど。お、外だ。おー、なんだ、これ。ん？お、上に出る。あ、こっちだったみたいだ。バーン！うー、外れだった。やっぱ壊れちゃうよ、こんなことやったら。あれ？外れ？これマジで壊れちゃう、ほんとに。え、マジ？全部外れじゃん。ほんとに外れじゃん。え、何？え、壊れない？この近距離で？壊れない。ダメだ。他の、一回外上がって確認してみようか。その下でチカチカなってのも気になるしさ。あ、わかったかもしれん。で、ここで一回線、おう、ちょ。で、ここだ。ここを普通に網ですり抜けるんだ。オッケーオッケー。一回でよかったな、じゃあ。よし、行くぞー。いや、なんかやっぱ不気味だな、なんか。
魚、まあ下水道だから魚がいねえのもまあ納得できるけど、なんかこういう海の、なんかたまになんかテレビの番組とかで見る海の怪物みたいなのいそうでちょっと怖いわ。怖いというか不気味だね。でこれか、よいしょ、うわーターザンロープや。ネズミがチューチュー言ってるわ。ん？登れ。ちょっと助走つけて。オッケー。本当に力、本当に力だけは本当に一丁前だな。しげよう。なんか嫌な予感しかしないんだけど、俺だけ？それは。それは俺だけかな。絶対なんか始まるよね、これ。絶対なんか始まるよね、これ。絶対なんか始まるよね。うん。始まったわ。うん、走れドゥーン。熱い、いや、ちょ、おー、あー、パンケーキになっちゃった飛んだのが余計だったっぽいねオッケーオッケー、先道だから早いぜ。パンケーキになる、パンケーキになる、パンケーキになる。怖ー。ん？で？なんだ？あ、奥行けるようになったってこと？単純に。オッケーオッケー。じゃあ行こうか。もう一回。ちょっとね、一回だけね。本当に一回だけね。パンケーキになったけど。これ外は、うん。こっち側から開けられないようになってるね。ねえ、しっかりとパンケーキにされましたけど。まあ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 。何これ。単純に草か。草というか、生えてる。ツタっていいのかな、まあ。ねえ、これ。これ何これ。乗れる。何乗れるだけ。引っ張りはできない。押しもできない。あー、とりあえず先に行くべきか。あら、行き止まり。先にはもちろん行けませんと。ん？この箱だよな。あの、さっきの箱が関係してるんだよね。これだよね。で？ん？なんかできない。あ？なんだ？お、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 なんだ？なんだ？なんだ？何？え？何？怖い。そういう。そういうことね。これ乗って、で、上に立って、そのまま上に上がった途端に、向こうへゴー。ドン！あ。普通に足りなかった。オッケー。これで行くぜ！ゴー！ドン！同じことをやった。まあまあ、練習練習。リハーサル、普通に練習とリハーサルよ。次は行くよ。と、おっしゃおう。あー、2回失敗したけど。恥ずかしい。すっごい、普通に恥ずかしい。普通に恥ずかしかったんだよな。で、上行くってことか。で、ターザンロープ。オッケー！で、なんだ？だー！わあ！行ってよかったのか俺。危ない危ない。よかったのか。ん？で？あ、水面、あ、あの潜水艦じゃん。ゴー！すごいな。ほんとにもう、ほんとに訓練を受けてるぐらいのプロじゃん。もう水に落ちる、もう、水の落ち方がもうプロじゃん、もう。お、何？今何？今何？人魚とも取れないような、あれは何？何今の？何？なんだ今の？おい、誰かいいんだろ、おい。何？本当に人魚的な？で？で？
あれこれ7枚以上できないの？あ、斜めいけ、いけた。オッケー。で、下か。下から進んでいくわけだ。ぶっ壊せってか、単純に。ここは。違う。ゴー！よっしゃー。ここは力技でなんとかなるもんだ。でも、ちょっと待って。これさ、もう、漢字からしてさ、もうどう見てもなんだろう。もう沈んじゃった、なんだろう、アトランティスアトランティス的な感じなのかな。でこれもぶっ壊すか。わしゃう、普通、いやワンチャン普通にいけた説もあるな。でちょっと降りていきましょう。よいしょ。で、危ない危ない危ない、死ぬ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 、危ねえ。でもうすぐに戻ろうあの人形の剣があるからね、ちょっと怖い。でなんだ、でここを飛び越えると、じゃあそういうわけじゃない、普通に行けんのか。あ、行けないっすね。飛び越えろってわけですか。ちょっと今危なかったねあー、ダメなんか。あ、もう高さ足りないもんな。じゃあここは下ろさなくてよかったってことかな。よいしょ。ん、ちょ、あ、ちょ、ちょ、あれ出ない。あ、普通に出たわ。で、オッケー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 。で、で、向こう行った後だ。危ねえ。向こうでこっちでもう潜水艦を待機させている状態で出て向こう行くわけだ。オッケー、ちょっと待ってるよ。うわー、しっかりとしてある。謎解きがしっかりとしてるね。ちょっと不安だからもう一回息を吸ってから行こう。オッケー、オッケー、オッケー、間に合う間に合う。オッケー、じゃあこれで向こうに行けるよな。普通にここはもう渡られ、さあ潜水艦は単純に取れなかったけど人型の状態じゃ渡れる。オッケー。で、あ、もうここでお別れ？もしかして。あ、お別れじゃない。よかった。多分、またあれだね。あの、ジャンプ方式。これだよね。オッケー、いった。いや、ちょっと待って。今回はここまでにしようかな。ちょっと、次回からね、ちょっと、ここの続きからやっていきたいなと思います。では、もし面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では、失礼します。ちょっと最後噛んじゃった。